バケットソート。バケットソートは、ソートのアルゴリズムの一つ。バケツソート、瓶ソート、などとも言う。バケツ数 K 古使った場合、オーダーは O、NK となり、ソートする、要素数 N と K を無関係にできる、場合線形時間ソートとなるが、要素間の全順序関係を用いるソートとは異なり、キーの取り得る値が、K 種類である、 という入力により強い制限を要求する相当である。整列したいデータの取り得る値が M 種類であるとき、M 個のバケツを用意しておき、根ごとに1個のバケツを対応づける。元のデータ列を操作して、各データを対応するバケツに入れていく。この処理が終わった後、整列したい順序に従って、バケツから値を取り出せば、データを相当することができる。 安定ソートを実現するためには、同じバケツに入っているデータは、入れた時と同じ順序で取り出す必要がある。順序が保存されない場合は、ソートはできるが、安定ソートではなくなる。放置するように、奇数ソートと組み合わせて、使うためには、安定ソートになっている必要がある。バケットソートには、大きく分けて2種類の実装がある。まず一つは、可変個の要素を保持できる。 データ構造を使って、バケツを表現する方法である。簡単な例としては、エムコの線形リストを使う実装が考えられる。直感的に理解しやすい実装だが、単純な配列だけではなく、可変調のデータ構造が必要になるため、可変調のデータ構造がない言語の場合、その実装コストを考慮しておく必要がある。もう一つは、一旦整列対象のデータを操作して、 値ごとの出現回数を数えておき、それに応じて一つの配列の中を値ごとに分割する方法である。この実装によるバケットソートのみを指して、特に分布数へそうと、係数層とカウンティングソートなどという。例えば、以下の入力が与えられたとする。照準にそうとした結果は以下のようになるはずである。さて、値ごとの出現分布を調べると1が3個。2が5個。 3が4個出現していることがわかる。そうとしなくても元のデータ列に一通りアクセスすればわかる。出現個数がわかれば、1は結果列の1番から、2は4番から、3は9番から始まることがわかる。Java によるサンプルコードは以下のようになる。仮に32ビット整数をそうとする場合に、約43億個のバケツを持つことは非現実的である。 バケツは一つの値に対して一つのバケツを用意する必要はなく、範囲を持ったバケツが無人なくソートされていればよい。この時、各バケツの中身は別ソートアルゴリズムでソートしてやるが、再度バケットソートを適用する必要がある。冒頭の32ビット整数を1ビットずつ、再帰的にバケットソートすると、32回ソのバケットソートが必要になる。これは、 四4 3億個に対してのログであり、バケットソートもまたログのオーダーから抜け出せていないことがわかる。2ビットずつ処理しても4ビットずつ処理しても、やはりログは消えない。通常、各地の取り得る範囲よりも、ソートすべき配列サイズの方が小さいため、バケットソートは O、N、ログ N、ソートよりも実質低速であることが多い。また、文字列に対しても、 頭から1文字ずつ再帰的にバケットソートを行うことができる。32ビット整数のソートは長さ32の1ビット文字からなる文字列をソートしているとみなすこともできる。計算量の種明かしはバケットソートの分割統治の項で言った通りで利点とはなっていない。比較を行わずにソートできる点は利点となる。しかしながらその裏返しとして ソート対象の値のモデルに合わせて、プログラムを書く必要が生じてしまう。バケットソートのバケツを、メモリ空間の代わりに時間に置き換えたもので、もともと掲示板4ちゃんに投稿されたアイデアである。全要素の最大値スリープさせる、単位時間で実際にソートできてしまう。それが、役に立つ事例は、例題程度であろう。面白いジョークであるが、 実際のコンピュータシステムでは、起動したプロセスが意図した時間にぴたりと正確に終了するという保証はない。すなわち、起動期に複数プロセスを起動したとき、混雑や OS の制御のために値が返ってくる、順序が意図した時刻に来ないことがあるのはもちろん、相当で期待する順序とは異なった順序で返っくる、恐れさえある。従って、デモや冗談ならともかく、実用には、 絶対使ってはいけない。OS は、実は、一定時間後に起動する要求を、到来時間順の待ち行列につないで管理している。その時当然、到来時間の対象比較が行われる。タイまで見張り、時間の到来した要求を行列から外して、要求元の待ちを解除し、結果を通知しているのが実定である。相当アルゴリズムに、不可欠のこの、計算のコストが、 計算量に参入されていなので、一見計算がいらないように見えるというトリックがある。時間順に並んだバケツを用意してデータを出し入れしてくれている裏方さんがいるのである。バッシュによる実装使用例。上の結果は正しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。